皆さんこんにちは。東洋大姫路高校で国語の授業を担当しています中原と言います。今日は体験授業をしていきましょう。よろしくお願いします。さあ、それでは今日の体験授業ですけれども、こちら画面ご覧くださいね。身近な外来語をテーマに授業をしていきたいと思います。普段皆さん中学校の授業で様々な文章を読んでいると思います。例えば説明文、物語文、そして随筆文、古文、漢文、詩や短歌など様々な文章に普段触れていると思います。これらの文章の土台になっているのがこちら、言葉ですよね。文章というのは言葉がたくさん連なってできているものです。今日のこの体験授業では、今言った言葉そのものに注目をしていきたいと思います。はい、文章を構成している言葉語なんですけれども、一般的に和語、漢語、外来語、そしてこれらが混ざった混種語、この4つで文章というものは構成されていると言われています。今回注目したいのはこの中の3つ目、外来語ですね。この外来語というのは外国から輸入された日本に入ってきた言葉のことなんですね。一般的にはカタカナで普段表現をしています。そしてこちらご覧ください。各種の調査によると、普段我々が目にしている書物とか普段の会話の中で約 10% がこの外来語であると言われています。さて、それではここで問題です。今から先生が4つの言葉を提示します。その4つの中で外来語はどれでしょうか。ちょっとしたクイズですね。一緒にやってみましょう。では選択肢の1つ目、はい、天ぷらですね。選択肢の1つ目、天ぷら、日本料理の定番ですね。次、選択肢の2つ目、はい、背広です。スーツのことですね。選択肢の3つ目、はい、カッパです。雨の日に使っているレインコートのことですね、カッパ。はい、そして選択肢の4つ目、はい、ポン酢ですね。ポン酢、さっぱりした調味料ですね。さて、今示したこの4つの中から外来語は一体どれになるでしょうか。さあ、少し考えてみてください。天ぷら、背広、カッパ、ポン酢、外来語はどれでしょうか。では正解発表したいと思います。この中で外来語はどれかというと、実は全て外来語なんです。ちょっと意地悪でしたかね。一見、あ、これ日本独特の言葉かなと思うような言葉もあるんですが、全て外来語なんですね。はい、今見てきたこの外来語、日本の発達を目指して外国の文明や文化、そして文物を取り入れる際に伝わったと言われています。では先ほど示した4つの外来語の中から、そうですね、先生食べ物が好きなので、食べ物を表す外来語、どこから伝わった言葉なのか一緒に見ていくことにしましょう。はい、こちら画面ご覧ください。皆さんこの国旗知ってますか。これポルトガルの国旗なんですね。さっきの言葉の中で最初に出てきた天ぷら、天ぷらという言葉はこのポルトガルから伝わった言葉なんです。意外ですよね。ではポルトガルから伝わった他の言葉確認してみましょう。天ぷらの他にはかぼちゃ、これも意外ですね。そしてオルガン、パン、カルタ、カステラ、ボタン、そしてコンペイト、こういった言葉がポルトガルから伝えられたと言われています。ではもう一つ、これ気になりますよね。ポン酢、ポン酢がどこから伝わったかというと、はい、この国旗見てください。この国旗、オランダの国旗なんですね。ポン酢はオランダから伝わったと言われています。
オランダから伝わってきた言葉、他にはコーヒー、そしてオルゴール、ガラス、カバン、ランドセル、そしてリュックサック、こういった言葉がオランダから伝わってきた言葉なんですね。それでは少し観点を変えて見ていくことにしましょう。はい、皆さん、この国旗、ドイツの国旗です。ドイツから伝わってきた外来語見ていきましょうか。カルテ、ワクチン、オブラート、そしてガーゼ、ギプス、何か共通点があると思いませんか？ドイツから伝わってきたこれらの外来語、何か共通点がありますよね。はい、勘の鋭い方はもう気づきましたね。どの言葉も医学に関する言葉なんですね。皆さんが病院に行ったり薬局に行った時に目にしたり使ったりする言葉ばかりなんです。では次見てみましょう。はい、この国旗、皆さんよくご存知ですね。フランスの国旗です。フランスから伝わってきた外来語、デッサン、アトリエ、クレヨン、はい、何か共通点あると思いますよね。はい、どれも芸術に関する言葉です。デッサン、アトリエ、クレヨン、こういった芸術に関する言葉がフランスから日本に伝わってきたんですね。そしてフランスから伝わってきた外来語、他にはオムレツ、グラタン、シュークリーム、はい、これも共通点ありますよね。これらの共通点は、はい、どれも料理に関する言葉であるということです。フランスからは芸術に関する言葉、そして料理に関する言葉が伝わってきたんですね。ではもう一つだけ国を見てみましょう。はい、こちらイタリアの国旗が出てきましたね。イタリアから伝わってきた外来語、オペラ、ソプラノ、テンポ、はい、共通点分かりますか？どれも音楽に関する言葉ですよね。では下側見てみましょう。スパゲッティ、ピザ、マカロニ、はい、共通点はどれも食料に関する言葉です。イタリアからは音楽とか食料に関する言葉が日本に入ってきたと言えるんですね。はい、外来語の出身国についていくつか見てきました。我々は今一つのことに気づくことができますよね。日本に入ってきた外来語、どこの国から入ってきたかなと思いながら考えていくことによってこのことがわかるんです。日本が各国文化のどの分野を受容してきたか、受け入れてきたか、それを知ることができるんですね。少し大げさな言い方をすると、外来語は私たちに日本が各国文化のどの分野を受容してきたか物語っている。言葉は我々に何かを伝えようとしている、物語っている。少し大げさですがこういうこともできるんですよね。はい、今見てきたように言葉は我々に何かを伝えようとしている。少し大げさな言い方ですけれども言葉は生き物なんです。そして言葉は生き物ですから絶えず流動しており、次々に新しく生まれ、そして定着し続けているんですね。今日見てきたいくつかの外来語というのはどれも今よりも少し前、かなり古い時代に伝わってきた言葉も含まれていましたけれども、外来語というのは今この瞬間現在においても日本にどんどん入ってきていると言われています。例えば近年定着しつつある外来語、いくつか先生と一緒に例を見てみましょう。例えばレコメンド、 CD ショップとかに行くとよく目にしますよね。おすすめという意味合いです。他にはシェア、共有という意味ですよね。
例えばレストランとかに行ってピザを注文してシェアしましょうとか、そういう時に使います。そしてモチベーション、やる気という意味合いですね。どうですか皆さん、勉強のモチベーション上がってますか、どうですか。そしてアイデンティティ、これは個性という意味です。このアイデンティティという言葉、近年定着しつつある外来語で、皆さんぜひ、押さえておいてほしい言葉なんですけれども、高校に入ってきて、高校に入学して国語を勉強するときにとても大事な重要語となってきます。アイデンティティ、個性ですね。ぜひ皆さん、東洋大姫路高校に入学して一緒にアイデンティティのような言葉を勉強していくことにしましょう。それでは、今日の体験授業、ここまでで終わりにしたいと思います。高校の授業で会える日を楽しみにしています。今日はありがとうございました。